前回に引き続き毎朝星野さんに会わされるのは何ですか。これ俺になんか行動起こせってことですかね。星野さん見るたびに悲しくなってくるんで、できればやめていただきたいんですけど。どうもこんにちは、こんばんは、おはようございます。最近こういう挨拶をしてなかった、ミツでございます。よろしくお願いします。キミキス実況第6回目やっていきましょう。ミツさんはマオホエンですね。まあ前回は最速の女ということでね、レーサー水沢を見ていったんですけど、あの時間は何だったんだろうね。あれ絶対ズルでしょ。あんなのね、もうゲーセンなんてね、ここ何年もそうだね、何年も行ってないから、最近のレースゲームがどうなってるか分かんないけど、じゃあもうひたすらここは3年の方に行きましょう。で今のところ戦いはですね、ハートマークね、4つ、音符マーク4つの、まあ五分五分の戦いですが、あー暑い、未だかつてこんなに厳しい残暑があっただろうか。それ毎年言ってるよね、なんかね、ここ最近。ダメだ、とても耐えられない。そうだ、プールへ行けば涼しいし、女の子の水着が見られるかも。ってことは、まあ、お姉ちゃんの水着姿が見られるということじゃないですか。朝からいいんじゃないですか。これはいる、はあ、残念、誰もいないか。でも水辺は涼しいな。うわ、急に水が、誰だ。お、びっくりした。いやー、マオ姉ちゃんの格好にびっくりしたよ。マオ姉ちゃん、何すんだよ、びしょびしょじゃないか。マオチェックその7、水も滴るいい男。マジか、全身に浴びたのお前。うわー、本当に滴らせてどうすんだよ。ちょっとしかかけてないから、この天気ならすぐ乾くわよ。いや、この後ずっと室内なんだけど。ってそれに、水着の女の子目当てにのこのこプールへやってくるのが悪いんだから、頭を冷やしなさい。お前もバレバレじゃねえか。問いつつガンミ、オッケー。え、違うよ、あんまり暑いから涼みに来ただけで。本当にそれだけって言えるの。てか逆にマオ姉ちゃんは何しにここにいるの。図星ね。ああ、お前これ浮気できないぞ、一発でバレるぞ。あんたこの香水の匂い何よって言われちゃう。まったく、プールへ落とされなかっただけでもありがたいと思いなさいよね。それね、まお姉ちゃんやばいよ、それは風邪ひくよ。そうかな。さあ教室へ戻った戻った、次はうちのクラスが水泳なんだから。あ、そうなの。じゃあなおさらお前ここにいろよ、先輩の、女性の先輩の水着姿が。はーい、ダメか、まあお姉ちゃんにはかなわないな。トホホ、うお、トホホ久々に来たぞ。トホホっていつ以来だ、天神の誰かの時に言ってたよね、トホホって。誰だっけ、誰かの時に言ってた、もう覚えてないな。誰か覚えてる方いたら教えてください。自分の実況なのにさ。いやー、覚えてないもんだよね、見てくれてる人の方が覚えてるもんね。誰もいない、誰もいない、誰だっけな、誰かの時もね、この辺で言ってたんだよ、トホホって。分かってほしいよ、トホホみたいな。あ、行こう。さあ、いいわよ、行くぞ。意気込んで行くぞ。ラスト3つ行くぞ。どれだっけ。どれだっけ。この辺じゃなかったっけ、違ったっけ。女性誌ってダイエットの記事がいっぱい載ってるよね。そうよね、あの量は女の私が見てもびっくりよ。そうか、あ、でもその雑誌によるのか、俺ファッション誌しか見たことないからあれだけど。世の女性がいかにスリムなボディに憧れてるかよね。まあ憧れない人はいないだろうけど。いいね、さあ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 、ここで油断は禁物だぜ。昔の話する？音符になっちゃうかな。昔の話どうだろうね。おままごとはどうのこうのとかでしょ。ねえ、小学校の時私が同級生にいじめられたの覚えてる？マジでか。あのさ、なんか可愛い人っていじめられちゃうのかね。なんかそんな話さ、あのなんかね、芸能人の話でもよく出てくるもんね。え、ほら、私がメガネをかけ始めた時、男の子たちにメガネマジで、今の世の中にメガネかけてる小学生なんかいっぱいいると思うんだけど。そんなので周りの女の子とは助けてくれなかったのかな。あ、
わかった、これで変態が助けてくれてあの時はありがとうって言ってハートがポインってたまるぜ、きっと。あの時あなたが怒っていきなり殴りかかったのよね。マジか、この変態もやるじゃん。年上でしょ、だって相手なんでてんてんてんなの。まお姉ちゃんをいじめると僕が相手だって。お勇ましい。喧嘩は良くないけどすごく嬉しかったな。やるじゃん、懐かしいね。そうね。へえ、そんなに。で音符かよ。嘘、それで音符になっちゃうの、マジですか。じゃあ制服褒めようぜ。ないし。ないのか。消すってのも一つの手だけど、ちょっと恋愛は怖いな。へえ、そんな昔話があったのか。この間行きつけの美容室でヘアモデルをやったのよ。すげえ。そうなんだ。どこら辺歩いたんだろうね。歩いたって別に関係ないか。それはあれか、モデルのあれか、誘いになっちゃうな。へえ君かわいいねっていう、あの原宿とかの竹下通りかなんか歩いてるとなるんだろうけど。いつもカットしてくれてる人がどうしてもって言うからしょうがなくやったんだけど、ね。そういうことか。出来どうだった。さすがプロよ、バッチリゴージャスに決まってたわ。これでさね、またモテちゃうじゃん。私もあれぐらい綺麗にブローできたらいいんだけどな。へえ。うしよ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 し、これよこれこれ。とりあえずは行こう。よかった。今すげえね、内心安心してる。すごい、もうあのニヤニヤしちゃうもんね、別の意味で。まあ、お姉ちゃん、何、今度の週末どこか行かない。おお、週末いいわよ。よしよしよし。でもさ、受験生に対してどこか行こうっていうのも。でもそれってデート。まあ、お姉ちゃんさえよければ二人でどこか行きたいなって。いいわよ、どこへ行く。お前これちゃんと決めないとだな。まあ、お姉ちゃんが喜びそうなところだから、商店街のスイーツ屋に行ってお菓子というかスイーツ食べながら、どっかどこがいいんだろうね。ロマンチックに決めないといけないからさって、俺が喋ってもしょうがないな。お前それはダメだ、それはダメだろ、怒られるよきっと。まあ、お姉ちゃんの行きたいところでいいよ、どっかあればいいけどね。じゃあ泊まりがけで。おお、泊まりがけ。あ、ダメか。冗談よ冗談、顔真っ赤にしちゃってかわいい。いや俺は泊まりがけでいいよ、お前は家に帰ってろよ。変態は帰ってるから、俺は泊まりがけで行ってくるわ。じゃあからかうのよせよ。なんだ冗談か。どっちがいい。僕は泊まりがけでもいいよ。お、言うわね、無理はしない方がいいわよ。軽くあしらわれたんだけど。別に無理なんか。そう、真ん中だったか。ねえプールへ行こうよ、今年まだ泳ぎ足りないんだ。思わずふって言っちゃった。プールか、いいね、行こう。待ち合わせは日曜日の11時半に商店街でいい。あのさ、今の選択肢でまさかさ、ルートが変わるってないよね。絶対もう真お姉ちゃんのデートはプールって決まってるんだよね、大丈夫だよね。いいわよ。まあ二人でプールか、楽しみだな。いや全然構わないんだけどね。ねえいつ以来？小学校？中学校？へえ、なんで無言なのお前。お前何を想像してるんだ。ずいぶん二人で行ってないよね。え、話聞いてるこいつ。え、何？あ、俺が返事しろってことこれ。え、いつ以来だ？中学校以来じゃない？適当に答えのもダメ。え、なんでこいつ喋んないの？何見てんの？どうして返事しないの？そうだ、妄想してるんだろ。なんで？何？え、キモいんだけど。もう目が真剣になってるわよ。ああ、そういうこと？ただチューしたいだけ？夜な、にじり夜な。ほらもう困ってんじゃん。ん？まあ、お姉ちゃん、こういう時はちょっと強引、あのね、ちょっとおかしくない？人の話を聞かずにガッていくのはそれ強引っていうか、無理やりというか、なんというか、ひどいというか、キモいというか、変態というか。で、許しちゃうんだね。まあいいけど、そういうゲームだから。もう何なの。
この変態は。ずっとこうしてたい。じゃあいや、ずっとこの画面で残り俺がフリートークする今日はですね、空はちょっと曇りだ。やめよう。はい。レモンの香りがする？ほーん。ほーん。よかったね。俺は、俺の部屋の臭い匂いしかしないよ。くそ。それからだね、今ゴゴティー飲んでるからゴゴティーの匂いしかしないよ。デートの日、お弁当作ってきてよ。あ、俺が作るの？マウネちゃんじゃなくて俺が作るの？普通逆じゃない？今思わずゴゴティーポンって置いちゃったけど。え、俺が？あ、俺じゃない、僕が？料理ができる男はモテるのよ。すごいな。じゃああれだ、ね、何かオリーブオイルを上からこうタラシタラーってどっかのシェフみたいでタラーってやってやれよ。シェフじゃねえかあの人は。あれどっちだっけ、シェフだっけ、木道の方だっけ、忘れちゃった。そうなの？もちろん料理ができる男か。いや、ある程度の料理は作れるんですけどモテないんですけど、どういうことなの？もう噛んじゃったよ。マオチェック、その8。うん、料理好きな男はモテる。もうちょっとじゃあレパートリー増やすよ、頑張って。そんなこと呼ばれても、あれかな、フランベできるようになればいい？ブーッつってフランベできるようになったらモテるかな。おにぎりだけでいいからね。おにぎりだけでいいの？じゃあ具は何がいいかな。わかったよ。ああ、梅干しは抜いておいてね、私苦手だから。俺も苦手、すんごいわかる。俺も苦手、梅干しはダメだわ。じゃあ自分で作れば。お前そういうこと言うなよ。じゃあねー。あ、無視だ。かわいいじゃないの。ああ、言っちゃった。まあいいか。ん、まあ、お姉ちゃん、お前チューしてもらったんだぞ、そのお礼だよ俺。よし、じゃあ放課後の会話行きましょうか。まあする意味があるのかどうかわかんないけど。あ、でもどうしよっか。今さ、マックスで溜まってるじゃん。で俺トーク下手じゃん、トークっていうか会話下手じゃん。だからごめん、本当にごめんね。どうしてもスキルートで行きたいんだ。もうさ、この姿を見るのも最後なんだよね。だからしっかり見ておこうと思います。いやー、よかったよかった。いいもの見れたな。よかったよかった。てかまた眠いの？また眠いのか。よし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 、これで一応ね6対5で勝ってるので、もうほんとギリギリの戦いだよね。もうオッケー。じゃあとりあえずセーブだね。え、やばい、もう11時45分だ。マオ姉ちゃん来てるかな、遅刻したのかお前。マオ姉ちゃんはやっぱりもう来てる。お前何時だっけ、11時半だっけ。遅い。かわいい、その胸元チャックをジーってジーってはい、セクハラ発言すいません。ごめん、おにぎり作ってたら遅くなっちゃって。おにぎりのせいにすんな、お前前もって作っとけ。大変だったんだぞ、なのに散々誰とどこへ行くのか詮索されて。言い訳。じゃあナナちゃんも連れてくればよかったじゃない。いや、それはダメだよ。え、今日はいいよ。そうね、それはまた今度ね。お前そうやって言ってうまく、まあ、お姉ちゃんごまかしてるけど遅刻したという事実には変わりないからな。行こっか。優しいね、もっと問い詰めていいんじゃない。こうして、まあ、お姉ちゃんとプールへ向かった。おにぎりどうすんのそれ。じゃあ中でね。へい、うん、更衣室を出たところで待ってるよ。さあどんな水着かな。もう反応同じだなみんな。さきのさんの時と星野さんの時といい、紐は緩めておいてくれよ、頼むぜ。あ、同じだね、泳ぎ収め。いたいた。何色だろうね。さきのさんは結構スポーティーな格好だったじゃん。で星野さんが白、
ピンク。ほら当たった当たった。まあ何も嬉しくねえけど当てたところで。あ、どう、この水着似合ってる？星野さんの時は柄が入ってたけど入ってないんだね。いやでもこういうのはシンプルでいいよ。いいよってあれだけどお前なんでこれ毎回入ってんの。ペールって最高どっちがいいんだろうな。星野さんの時さ、これで音符ついちゃったんだよね。あ、ついちゃったっつってもあれか。すごく似合ってる。これの方がいいかな。同じように反応してあげよう。本当？お、うん。まあ、お姉ちゃん、スタイルいいから。ありがとう。さあ、泳ごっか。それあ、特に何も増えないって。まあ、いいでしょう。泳ぐマお姉ちゃんはとても綺麗でプールの注目の的だった。そんなにか、マジか。そんなマお姉ちゃんの視線は常に僕に向けられていて、そう、僕だけのマお姉ちゃんさ。来てよかったな。なんかイベントない？イベントない？そんなところでぼーっとしてないで、流れるプールを一周しよう。でついでに水着も流されるみたいな展開にはならないのかな。よし、競争だ。こうしてマお姉ちゃんと思う存分泳いだ。休みしよっか。どこで？そうだね、随分泳いだからお腹ペコペコだよ。大丈夫、おにぎり盗まれてない？あなたの作ったおにぎり楽しみ。おにぎ、本当におにぎりだけしか作ってこなかったのかお前。味の保証はないけどね。味見してこいよ。私が頼んだんだもの、たとえ砂糖がまぶしてあっても食べるわよ。マジでか、すごいな。ロロノアゾロもびっくりだゾロなんかな、地面でぐちゃぐちゃになっておにぎりも食ってね、うめえっつって食ったからな。いや、そこまでひどくは私はおかずを作ってきたからいっぱい食べてね。そうなんだ、だからおにぎりでいいっつったのか。え、マオ姉ちゃん、僕だけ作らされたんじゃないんだ。もう男の子だけに作らせたりしないわよ。こういうのは一緒にやるから楽しいんじゃない。いやごめん、実はそう思わなくてよ、僕もおかず作ってきちゃったドンってまあお姉ちゃん、さあロッカーから荷物取ってお昼にしましょう。あ、水着で食べるわけじゃないのか。そっか、そりゃそっか。よかったね、ナンパ。あ、やっぱそうだよね、食べるんだよこのまま。へえ、タコさんウィンナーだ。子供の頃よく食べたっけ、懐かしい。かわいいね。うん、ほんとだ、タコさんウインナーだ。小学生の時家族みんなでここへ来たじゃない。ほう、その時のおかずを再現してみたのよ。え、なに、それは神林家と水沢家が一緒に来たってこと？家族つながりで仲がいいのかな。あー、そうなんだ。そっか、そんなこともあったっけ。あら、子供の頃。へえ。真ん中がマオ姉ちゃんで、右側がナナちゃんで、左側が変態で、このナナちゃんの頭に乗っかってる手はきっとお母さんかお父さんの手なんだろうな。マオ姉ちゃん水着同じ水着同じ、ほんとじゃあマオ姉ちゃんいいな。タコさんウインナー美味しい？食べさせてくれよって。うん、美味しいよマオ姉ちゃん。よかったあなたのおにぎり大きい、お茶碗2杯分ぐらいありそう。お前ちゃんと考えて大きさ作ってきたんだろうな。あ、ごめん。ううん、美味しいよマオ姉ちゃん。そうか、おにぎり作れるとモテるのかそっか、おにぎりか。おにぎり小学生以来作ってないぞ、おにぎりなんて。こんな感じでマオ姉ちゃんとプールで楽しく過ごした。あ、よかった、ナンパされないで済んだね。楽しかったわね。うん、すごく楽しかったよマオ姉ちゃん。ん？ん？どっか行くのか。帰りに丘の上公園に寄ってかない？丘の上公園ってやめてくれよ、もう星野さんとのいいわよ、もうなかなかいいルートじゃない。そうなの？うん、そうかな。合格よ。やった。
で、この後どうすんの？で、つないでよ。やったね。こう？大きい手。これで握ったら、おにぎりも大きくなるわよね。ついでにマオ姉ちゃんの、大きく、しちゃうぞ。ちょっとどこまで言っていいのか分かんなかった。もうダメだ。もう最後のルートなんだから最後ぐらいはちゃんとやろう。うん。うるさいな。どんだけでかいおにぎり食ったんだよ。しんべヱか。夕日が綺麗ね。いやそれにも増して、まあ、お姉ちゃんも綺麗だよ。これ誰かにも言ったな。そうだね。まあ、お姉ちゃん。好きだ。まあ、お姉ちゃんのこと、なんだかよくわからなくなったよ。どうして？なんだ？だって、恋愛をよく知ってる年上の女性かと思ったら、妙に子供だったり、わがままだなぁと思ったら、すごく優しかったり。本当のまお姉ちゃんは、どれだよ？全部だよ。わからない？わからない。知りたい？もちろん。じゃあ、保健室に行こうか。あなたが一番好きな私はどれ？全部って言ってあげな。おお、なんかいっぱいある。これさ、下に隠し選択肢ない？ないか。え、これでさ、なんか変わったりしないよね。女っぽいマオ姉ちゃん、子供なマオ姉ちゃん、わがままなマオ姉ちゃん、優しいマオ姉ちゃん、全部っていう選択肢はないのか。これはちょっと3日ぐらい時間が必要だぞ。この4日だな。1日1個ずつこう思い出していくからさ。女どれがいいんだろうね。マオ姉ちゃん的には年齢のことを考えて。でもさ、どうなんだろうね。女の子ってやっぱ甘えたいじゃん。わかんないけどね。俺は女の子じゃないからわかんないけどさ、男側からするとさ、甘えられたくない男はそんなにいないと思うよ。この変態も例外じゃないと思うけど。だから子供かわがまま。なんか女っぽいと優しいは年上っぽい感じがして、なんかいつまでもお姉ちゃん、やっぱグイグイこれでいく。わがままな、まあ、お姉ちゃん。よし、じゃあそれが本当の私。あ、そうなの？ずるいぞ、そんなの。ずるくないわよ。女の子はね、好きな人の好みになりたいもんなんだから。ってことは、女の子は好きな人の好みになりたいもの、それってマオチェック？そう、その9よ。いくつまであんの？これでなんか変わったりすんのかな。今さりげなく告白された気が。マオ姉ちゃん、僕はマオ姉ちゃんのこと、それはもうパート1の頃から好きなんだよ。お前はどうか知らないけど。よーし、これでさ、好きな話題がどう変わるのかね。なんかあんのかな、選択肢によってみたいな。そんな細かくないよ。あー、これは飛ばしましょう。さあ、またステージを増やして、ステージを増やす、わかんないな。ゲージメーター増やしていって、でまたスキルルートに持っていくだけですね。いよいよ最後か。早いもんだ。話題はこのままでいいのかな。とりあえずこのままで行ってみよっか。よし。とりあえず今回はここまでにしておきましょうかね。やっぱりパート数ちょっと多くなっちゃいますね、他の子よりは。あ、でもどうだろう、ななみちゃんと同じぐらいなのかな、わかりませんが、とりあえず今回はね、デートまでできたんでここまでにしておきましょう。まああと2週間ちょっとでこのルートも学園祭に向かうと思うので、この2週間でとりあえずハートマークをいっぱいつけて、でアタックして学園祭デートしようよって言って、最後告白してちゃんちゃんみたいな感じなんでしょうね、きっと。まあなので、あとパート数的には2ぐらいで終わると思います。次のパートで学園祭までやっちゃって、でその次が最終回っていう形になると思いますので、あと2回ほどお付き合いいただければと思います。よろしくお願いします。 Twitter とブログやっております。ぜひぜひ覗いてみてください。で、まあ相変わらずですね、ラジオ用のメール等募集しておりますので、ぜひ送っていただければと思いますので、ぜひぜひ URL は説明欄の方を参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。まあいかんせんね、ため撮りをしてるのでね、いただいてるコメントとかにね、この実況内でお返事することはできないので大変申し訳ないんですけれども、まとめてねラジオの方でお話をしようかなと思いますので、その時まで待っていただければと思います。よろしくお願いします。ではまた次回の実況でお会いしましょう。バイバイ。